それでは、今日お話ししていただくのは東洋大学男子コーチ佐藤信長さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、いろいろプレスディフェンスの突破方法、オフェンスのことですね、突破方法についていろいろお伺いしたいと思うんですけども、結構佐藤さんもずっとガードをされてたので、いろいろな経験があると思うので、その辺も踏まえていろいろ教えていただけたらいいなというふうに思っております。はい、プレスディフェンスの突破方法と注意するポイントと、主にこう個人のスキルに関して、今日は教えていただきたいと思います。まず最初、パニックにならない、なかなか難しいと思うんですけど、この辺は佐藤さんどうでしょう。そうですね、やはりディフェンスにプレッシャーかけられると、大体パニックに陥って、ディフェンスのプレッシャーに負けて、そのままターンオーバーにつながるといったことがよく見受けられます。なのでこのパニックにならないということが、まず一つのしっかりボールを運ぶためにもパニックに陥らないというのが非常に大切なことになってくると思います。こうなかなかこう、そうとはいえなかなかそうパニックにならないというのは難しいと思うんですけども、はい、パニックにならないためには、はい、まあ相手ディフェンスが仕掛けてくる場面を想定しておくと、まあ、準備をしておくということが大事だということですね。そうですね、はい、はい、まあ、特にこのところ今そこに書いてある通りですね、ゲーム開始直後と、あとは相手のフリースロー後、タイムアウトの直後、ベンチやプレイヤーのコール合図ですね、あとは相手が負けている状況によって、やはり早くディフェンスはボールを取りたいという衝動に駆られてくるので、まずこういったところをしっかり、ディフェンスが仕掛けてくるというような想定をしておくと、パニックには陥らないようになっていくとは思います。これはもう非常に大切なことで、特にポイントガード、ボールを運ぶポジションのものに関してはですね、行ったらいけないエリアっていうのが、存在します。まずはちょっとこれですね、ボールを運ぶエリア、まあ、はい、ここに今示されているように、緑の、囲われているこの範囲で一番ポイントガードはボールを運ぶのが理想となっております。広いところですね、この真ん中の、ね、そうですね、はい。そして先ほど出てきた入ってはいけないエリアと、この赤いところですね。赤いところは特にディフェンスが、一番オフェンスをですね、ボールマンを追い込みたい、場所になりますので、まずはミドルレーンを使った練習、このペイントの中のこの赤で入ったこのエリアですね。そうです、先ほど図であった緑のエリアより少しちょっと狭いエリアを、どれだけしっかりプレッシャーがかかった状態で、ボールを運べるかといった、練習になります。ちょっとこうオフェンスにとってはハンディキャップだと思うんですよね。そうですね、はい、ちょっと見てみますか。細かい解説はまた後でします、はい、オフェンスが1人に対してディフェンスも1人という状況です今これはね、この幅で一対一をしていくと、はい、そしてこの時に必要な抜くポイントですが、この辺をちょっとお願いします、はい、まずまあ一番は縦にまっすぐ最短で、ボールを運んでいくということがまず一つ、
で、次に広いスペースですね。それはもう左右、右左どちらでも、スペースを片側に寄せといて、広いスペースの方から抜いていくっていうこと。で、あとは、下がってスペースを作る。で、やっぱりオフェンスというのは前へ、進まないといけません。で、ディフェンスはやっぱりプレッシャーかけてきます。で、下がることによってスペースができますので、そのできたスペースをいかに、うまく抜いていくかということですね、カウンターで。あと最後にボールを前に出すフリップというんですけども、自分の体からボールを離して、ディフェンスの、前へボールを、弾くというようなドリブルですね。そういった抜き方があります。ちょっとその辺はじゃあ動画を用意したので、この辺で見ていきましょう。はい、合わせて解説もしていただけたら分かります。まず、3つですね。はい。はい。これは一番最初に言った縦にまっすぐ抜くということですね。ディフェンスが寄ったところをまっすぐ膨らまずに最短距離を抜いていくという抜き方です。今度はこの狭い中でディフェンスが2人と。はい。白がディフェンスですね。オフェンスは1人と。そうですね。これはまあプレスディフェンスに対する、まあディフェンス2人に対して1人でボールをしっかりフロントコートまで運ぶという、そういった練習の一例になるとなります。そして、そのポイントとなるのがこちらですね。はい、ディフェンスは、1人は直接的にやっぱり見るということと、もう1人は間接的に見るということですね。2人同時に見てしまうと、やはり圧力がかかってくるというイメージが出てきてしまうので、非常にこれはもう本当に回数を重ねないとできないことなんですが、しっかりその直接的に一人を見て、もう一人は間接的に見るっていうことが非常に大切です。あとは、やはりさっきの1対1のボール運びじゃないんですけど、わざとどっちかの右左でも前後でも、スペースを、広いスペースを作り出して、そこを広いスペースから、ディフェンスを突破するという、この2つがあります。